DJ サイレント MC プレイフィア、地下のゲイ桜坂スキャングスターシップ。アジアの島国、大陸から見れば神風武士の国、白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や差し違うしかない。お疲れ様です。お疲れ様です。本日は湯山さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、久しぶりですね。お久しぶりです。お待たせしました。でもよくお電話なんかでは、そうですね、撮影、ね、以外ではあってますね、うん、そうですね、はい、はい、というところで、はい、まあ、最近いろいろと YouTube 界ではごちゃごちゃやってるアトロ界の放送の真実みたいな感じで、またその辺を話さないといけないんですね。はい、はい、そうです。湯山さんが叩かれる。自分だ一切見てないから全くわかんないし。そうですか、ね、うん、じゃあ湯山さん詳しいですよ。いやまあ、うん、詳しいというか、まあ、切り抜きを僕にその視聴者さんが送ってくるんですよね、うん、でわざわざ送ってくれなくていいんですけど、うん、なんか今もう切り抜きが流行ってるんですよ。そうです、ね、その切り抜きってなんですか。なんかね、生配信とかで、はい、結局ずっと配信してるんで、それをこう例えば2時間3時間の動画を見るっていうのがもうできないじゃないですか、うん、でそれを専属で切り抜いて、うん、要所要所のところをまた上げていくっていうのが流行ってるんですよ。その言ってるとこだけ切り抜いてとか、うん、こう口悪いところだけ切り抜いてるとか、うんうんうん、誰かそんなに2時間も3時間もやってるんですか。いやそれはもうだから本当また別の会にやりますけど、もう本当ある一定の YouTube の人間が人の名前を出してディスるっていうような、そういうやり方があるんですね、うんうん、そういうやり方ばっかですよね。でもね、だから見なくなっちゃったんですね。そうですね、でもまたそれを言ってるのが皆さん結構見るんですよ。そうなんですね。やっぱ人間のそのアドレナリンなんでしょうね。結局人がわーって言ってるのをやっぱ面白おかしく見るっていうのがやっぱ人間の習性なんでしょうね。まあ言われた方がたまったもんじゃないですけどね。それに便乗して乗っかってくるやつもいますしね。かなりいますね、はい、そうですね、まあ、再生回数が伸びるんですよね、言うと。なるほど。で今日はその何を話したいんですか。真実ですか。はい、そのなぜこんなに構想が、まあ、でも それはもう今も話したように、うん、結局その人間のその習性があるじゃないですか、うん、結局その何ていうんですか、揉めてるとか人がバーッと言ってるとかっていうものに対して人間のその心理的にそこに食いつく習性があるんで、それをこううまく逆手に取られたその配信のやり方に皆さんがただ乗っかってきてるっていう風な感じなのかなと僕は思いますけどね。言うたら炎上ネタをわざと作っといて、で、じゃあ誰々さんちょっと揉めましょうよと、で揉めといて、で、また後でちゃんちゃんっていう風な感じで終わっていきましょうっていう風なのでみんなが乗っかって、でそこから始まって、で、本当はその一応プロレスの予定だったものがだんだんとこう言われ続けてきてムカムカしだしてみんな本気になってっていうのが多分ほぼ多いんじゃないかなと思うんですよ。そうなんですか、うん、結構なんかほらコラボし前にコラボしてたのに、いきなりもう喧嘩になってるっていうのをよく見かけるんですけど、それはやっぱそういうのからが始まるが多いですよね、やっぱ。ほぼじゃないんですか、今のその問題を、うん、がある人たちを見てると、うん、なんかほぼそういう風な感じなのかなっていう風にも見えますよね。まあ、これ一、うん、なんかあの視聴者目線なんですけど、うん、いきなりコラボしてたのに急にその相手の悪口を、うんうんうん、あいつはだこうだ、うんうんうん、なんでそんな風になっちゃったのかなってこう、うんうん、びっくりするぐらい言ってるのを見ると、うん、あ本当にその言われてる人がそういう人間なのかなっていう風にやっぱ思っちゃうんですよね、うんうん、いやまあそうですね、やっぱ、うん、あの人間って面白いもんで、うん、一番最初に言われたことが真実と思ってしまうじゃないですか、はい、そこから始まっちゃうんですよね、うん、でそれを解くのになかなか時間かかっちゃうんですよね。だからあれはあんまり良くないですもんね。まあなんていうかね、まあ、さっき言ったような例えばそのプロレスから始まる分もありますけど、うん、本気でやってる人もいるんでそれを、本気でなんですかね、言うたら、YouTube で飯を食っていかないといけないっていう部分で、そのじゃあ今まで仲良くしてたんだけども、手のひらを返して、自分が飯を食っていくためにはこいつをディスっといて、で再生回数上げてやろうっていう風な人間もいますし、うん、だからなんかちょっとうんって感じはしますよね、そこは、うん、ちょっと有名なアウトロ YouTuber の人とコラボして、うん、まあ
再生回数を上げたりとか、うん、登録者を伸ばしたりってするっていう逆の手と、うん、そっちのディスり合いの手とっていう風な感じなんですか、うん、ですよね。だけど僕なんかの元々のスタイルで言うと、うん、やっぱりその YouTube を始めたばっかりの時っていうのは、うん、まず知名度がないじゃないですか、うん、だから知名度がない分人にやっぱりアプローチをかけて そこで、見ていただいてる視聴者さんに自分っていうものを認知していただいて、で僕はこういう人間と、でその中の例えば、基本的に例えばじゃあ10万人の登録者がいますと、そのうちの 5% から 3% なんですよ、移行してもらえる人って大体そんなもんなんですよ。で、チャンネル登録、例えばこのアウトロー系 YouTube っていうそのくくりの中で、まあ、同じくくりであれば10%くれば多いのかなっていうふうな感じなんですね。なんで、僕はもうそういう手法でやってました。そのまず僕を認知してもらえるように人目につく、で僕を知っていただいて僕を面白いと思っていただければ、僕のチャンネルの方に移行してもらえる。要は、YouTube って、視聴者の共有なんですよ、奪い合いじゃないんで。なので、僕はそういうふうなやり方でなんかちゃんと上がってきたのかなっていうふうには思いますよね。だからそのディスりまくってその上がってきた部分じゃないんで、だからやっぱりそのディスってるそのチャンネルを見ると、どうなのかなってやっぱ思っちゃうんですよ。ただなんていうんですかね、そこもまた芸風って言ってしまえばまた芸風になっちゃうんですよね。これがちょっと難しいところですよね、うん、結局ほらネタじゃないですけど、時事ネタでも芸能人の人のやっぱ名前を、うんね、出して、うん、あこの人はこういうことしたとか、うん、飲酒運転したとか、うん、でまあ、覚醒剤やったとか、うん、いろいろなそういうお話も、ね、うん、宮本さんのチャンネルでもしてるし、うん、うちのチャンネルでもしてますけど、うん、まあ、別にディスったりしてるわけでもなく、うん、ですよね、うん、僕はディスるっていうのはなかなかしないですね。自分の意見を言ったりとか、うん、ね、うん、まあ、こういうふうになってほしいとか、うん、そういう感じのお話をしてるだけで、うん、別にディスってはないですよね、うん、と思います僕は、うん、多分今まで一回も人の悪口は言ってないし、ね、まあ、ただあのこのチャンネルの制作者が悪いんで、このプロデューサーは悪いじゃないですか。悪い。大体こうなんかこう言わせよう言わせようとしますもんね。何でも岩山さんに言わせよう。まあ私が言えないからなんですけれども、まあ、岩山さんが言った方がやはりこう信憑性はあるというか。うん、今朝は言わないですからね、やっぱ人の、うん、言わないですよね、ことで、うん、言われても言い返さないです、ね、そうですね。かなり K さんもいろいろといろんなチャンネルで言われてたっていうのを皆さん知ってると思うんですけど、それに対しても K さんは一度もそれに対しても反論しないですね。反論しなくても時間が経てば必ず真実を分かるじゃないですか、ではそれでいいと思うんですね。それがすごい時間かかる時もあるし、短期間で分かる時もあるじゃないですか。その言ってた人たちがその時点で今度ね、じゃあ今度どうするのってことですよね、はい、それはケンさんが真実を言ってるし、その嘘を言ってるわけじゃないから、あのどっしり構えてられるっていう面はあると思うんですよ、うん、だからその言ってる人たちって全く自分のことも知らない人たちが言ってるんですね。だから多分どっかから聞いたのをそれを大きくして言ってるわけじゃないですか。いかにもみたいな感じで言いますね。だけどね、やっぱ時が経つとね、あの全然違うっていうのが表に出てくるじゃないですか。その人たちもね、そういうふうになった時に今度違う人たちが今度その人たち責められるわけじゃないですか。だったら最初から言わない方がいいですよね。そうですね、と思います。やっぱその最初に言うのはやっぱ見てくれる人が欲しいからやっぱ言うんですよね、うんうんうん、やっぱ承認欲求ですよね。そうですよね、うん、でもそれがそのめくれた時にじゃあどうすんのって、うん、ってなりますよね。やっぱその言われた人間からしたらたまったもんじゃないからね、うんうん、でも言われた方は結構バーってそれに対して言い返したいとかないですか？僕はそのなんかまあいろんな人間がなんか僕のこと言ってた時期はあったんですけど、全部無視しました、うん、いちいち反応するのも正直もったいないというか、結局向こうはやっぱ数字が欲しいんで、これどんな企業でも一緒じゃないですか。
例えばですよ、僕が母体としますよ、ただそこの僕の名前を出すことによって蚊が寄ってくるわけですよ。で自分の血を吸って生きていくわけですよ。でも僕なんかもそうなんですよ、やっぱり大きな母体からやっぱり血を吸って生きて いってるんですよ。だからやっぱこうなってるんですよ。でそこのそのじゃあこういうふうに言ったからお前って言ってしまうと結局そこの宣伝になっちゃうわけですよね。その宣伝って言うたら企業案件みたいなもんで、やっぱり、ここ最近で言うと、まあこれあれかな、まあまあ美容関係の、企業さんから連絡があって、こういうふうにやってもらえませんかと、でそれで1本でいくらっていうふうにやっぱお金になっちゃうんで、やっぱり僕のその一言でそこを反論することによって結局そっちの宣伝になっちゃうんで、それはもったいないんですよ。だからもったいないからやらないっていう、うん、言われてこっちはね傷つくっていうかイライラしてるのに、逆になんていうのその人に対して利益も渡すっていうことはちょっと嫌だって、ね、そうです。もういちいち告知する必要がないのかなっていう、うん、だから全部無視しました、うん、もったいないです。計算もいつも自分はそいつらの同じ土俵に乗りたくないっていうだけですかね、うん、乗ると利益を与えてしまう、うん、しですね、同じ同類とみなされるじゃないですか、うん、それも嫌ですし、なんですかね、うん、でそうですよね。それでやっぱ言い返すと言い訳になっちゃう、ね、いやそうなんだよね、うん、実際のとこちょっとこうやっぱその反応を聞きたいんですけど、本当なの本当なのって思ってる人ってたくさんいると思うんですよ。まあでも視聴者さんからしたらそうでしょうね、うんうん、でも時間が経てば分かりますもんね、うん、その時間が最終的にねこう分かればいいんですけどもね、結局その途中というのはやっぱりそういうふうに見られて、うん、でも それをやっぱそうやって信じる人は信じる人で自分はいいと思うんですね、うん、そういう人たちっていうのはもういつまでもこっち行ってこっち行ってってずっと流されてる人たちなんで、そこが解決しても違うところでまた流されていくんで、そういう人を相手にしてもしょうがないんじゃないかなって自分は思ってますから、ね、まずはその人から聞いたりこういろいろネットで見たものじゃなく、まあ、自分の目で本当は実際見て話して、ね、こうコミュニケーション取るのが一番解決の早いですよね。で自分なんかやっぱ、ね、子供たちとかマリーナもある、うん、子供パークもある居場所も連絡先も全部ネット上に出てるわけじゃないですか。でそういうの言うんだったら直接来て言ってくれればいいわけじゃないですか。でそれを YouTube だけで言ってるわけだから、じゃあなんで来ないのってことですよね、うん、来ればいるんですから。そうですね、それはもうただ見てる側だけのですよね、うん、画面の向こう側とこちら側のっていう感じですかね、うん、結局そのなんていうんですかね、コメントを打つ方々も結局は承認欲求なんですよね、うん、その自分の言いたいことを言って、うん、で、そこになんか自分が正論を言えば、うんうんうん、いいねが集まるとか、そういうふうな部分もあるんですよね、うん、どうしても。でもその認められすぎなんですよ今のこの現代って。昔で言うと例えばちょっともうちょっと話逸れてしまいますけど、例えばじゃあ政治が悪いって言われよった時代に国民の声が届かないっていう時代があったじゃないですか。僕がまだ小学生中学生の時なんか本当にまだ全然そういう時代で、でも今はもう国民の声が届きすぎちゃってるんですよね。だからなんかあんまり良くないようにもなってくるし、うん、ある程度やっぱりその雲の上の存在であらないかん、その政治がもう国民の声が届きすぎちゃってるんで、なんか振り回されてる政治になってるのかなとも思いますし、まあもちろんその今の政治が間違いないとは言いませんよ、うん、でも振り回されすぎてるよねっていうふうにも思います。まあちょっと全然そのアウトロー YouTuber のそのなんですか、喧嘩の真実とはちょっとまだ話が逸れちゃいましたけど、いやでもまだまだちょっとこれからちょっとアウトロー YouTuber についていろいろとお話をお聞かせ願えればと思いますので、うんうんうん、はい、次回よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。本日ありがとうございました。